人質とはらしくないな。申し訳ありません、レイ様。でも私は。言い訳はいい、もう下がっていいぞ。レイ様、レイ様はハオのことをどうお思いなのですか。あなたは今でもハオ。フォーイ、この娘、ハオをおびき出すには絶好の餌になる。丁重に扱い。レイ様、ハオはあなたのことを憎んでいるのですよ。それでもあなたは。待ってろよ、クミ。すぐに助けてやるからな。待つんだ、ハオ。誰だ？恥かけ！俺は今急いでいるんだ。お前の相手をしている暇はない。わかっている。クミンがアジマ王にさらわれたのだろう。なぜそれを。わかっているなら話は早い。さあ、そこを解いてくれ。ダメだ。今お前を生かせるわけにはいかん。なんだと？どういうことだ？頭に血が昇った状態で安島王に勝てると思っているのか。うるさい。こうしている間にもクミンは。恥かけ。そこをどけ。このバカ者が！お前は今までの戦いで何を学んできたのだ！御堂先進、無心の境地。相思相愛、愛の心。因果応報、業の深さ。この心を忘れた今のお前が安島王を倒そうなどと笑わせるにも程がある。黙れ。これ以上邪魔するならお前を倒す。所詮料理人は料理でしか己を語れん不器用な人間ということか。ならば行くぞ。この牛肉を使って勝負だ。よかろう。その勝負承知した。いざクッキングバトル！調理開始。許せ！許せ！許せ！ごめん！許せ！
ごめん、ごめん、許せ、許せ。許せ、ごめん、許せ、許せ。ごめん、許せ、許せ。そこまで。調理終了。勝者ハオ、心の料理調理完了。はあ、うん、ん、これはルーパー。牛肉のうまみあんかけを焦がした米にかけたおこげ料理か。焦がした米にあんをかけた時のこの音、ジュワーと、そしてこの香り、あー、食欲をかきたてる。バリバリ香ばしい米ととろーりとしたあんが口の中で出会った瞬間、至福の味わいだ。バリバリとろーり、いい香り。バリバリ、とろーり、いい香り。うわー、やめられん。こいつはうまいぞ。この短期間でよくぞここまで達したな。見事だぞ、覇王。拙者と戦って少しは頭が冷えたようだな。しかしお前にはまだ教えねばならんことが。なんだ、地震か。これはまさか。早すぎる。なんだこいつは。あの夢に出てきた。アジマジ。アジマジ。そう、全ては奴から始まった。近年の不作の元凶、世界の全てを食い尽くす邪悪な存在。そして白い髪の女の命を奪う悪の根源、あれはその一部だ。なんだと、どういうことだ。世界中の食物をむさぼり食い、白い髪の女の寿命を糧に生きる最強最悪の魔人、アジマ王が白い髪の女を探すのは、奴を復活させるためだ。見ろ、拙者たちが作ったあの料理を。あ、俺たちの料理が干からびている。奴に旨味を吸い取られた。食い滅ぼされてしまうだろう。はあ、お前はいずれ奴の本体と戦わねばなら。お前が食の世界を守るのだ。俺が？しかしどうやって。奴は料理の旨味を吸い取って肉とする。つまり奴の体もまた一つの食材なのだ。食材を葬る術はただ一つ、料理だ。料理こそ奴を倒す唯一の手段なのだ。なるほど、料理か。面白い。ならば文字通り料理してやるぜ。行くぞ。いざ、クッキングバトル。
そう、なぜだ、なぜ俺の技が効かない。しまった。覇王、数多の食材を拙者の技で消化せよ。一刀瞬断、強襲砲斬。危ないところだ。この声は、この包み込むような優しい声はどこかで聞いたような。それに今の技は、ハオ、お前一人の力では奴は倒せんぞ。今まで学んできたことをぶつけるのだ。お前にならできる。いいな。拙者に呼吸を合わせるんだ。お、行くぞ。銀武、白虎、朱雀、青龍。これは安治四天王の力。今だ、覇王、奴の中心部を撃て。アジ世界の神々よ、今こそ我らに力を与えよ。妖魔風滅、悪霊大散、死生樹疾風怒涛戦。これで奴は裸になったも同然。あとはお前次第だ。行け、覇王。行くぞ。聖者失滅、死者割烹、喝殺自在、人狼剣。よくやった、見事だ、覇王。あんたが力を貸してくれたおかげさ。それは違う。お前から力を引き出したのは仲間、ライバル、そして強大な敵なのだ。拙者はきっかけを与えたに過ぎない。お前を愛し見守ってくれる仲間、良き競争相手として互いの力をぶつけ合うことができるライバル、そしてお前の力を極限まで引き出してくれた大いなる敵。彼らなくして今のお前はなかっただろう。それを忘れてはならん。そうだな。しかし、なぜ俺にここまでしてくれる。あんた一体何者なんだ。いずれわかる。ぐっ、どうした、アジカゲ。まさか、あの時。心配無用。忍者はこの程度では死なん。それよりも、早くクミンのところへ行ってやれ。すまん、アジカゲ。死ぬなよ。我ながら、そんな性格をしている。待ってろよクミン、今行くぞ。
弟よ、お前の全てをかけて。あの優しかった兄さんはどこへ。変わり果てた兄の心に打ち伏しがれるハオ、支えを失ったハオの胸にダイバルの魂の声が響く。今全ての謎が解き明かされる。次回クッキングファイターハオ第9話、料理は心だ。一品の前菜に魂を注いで。